はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、丸いのガンパワーと、これ HFC134A のサービスガン、こいつを丸いのガンパワーの中に入れてみようっていうだけの動画です。うん、なんかね、ちょっと紹介したら、まあ以前もやったんだけど、なんか興味のある人多いみたいで、うん、とりあえずちゃちゃっとやってみます。で、必要なものはね、こうサービス管と、まあガンパワーと、こういうまあネジ穴開けるこういうバルブが必要なんですけど、うん、これね、ホームセンターで揃うかな、車屋さんとかの方が揃うかもしれない。あとこの辺はちょっと外径8ミリのポリウレタンチューブかな。で、こっちは外径が4ミリか6ミリのポリウレタンチューブに、こう、径を変えてるんですけど、これは直接グッとここに入るようになってますんでね。で、このバルブ部分は、サクラッチャさんからね、提供していただいたものになります。で、まあ、早速やっていくんですが、まあね、34.1 度、ちょっと危険な温度になってますね。僕もみるみる汗かいていきます。この部屋やばいね。で、丸いのガンパワー、これちょっと今保冷剤の上に乗っけてますけど、冷凍庫にキンキンにとりあえずは冷やしてます。うん。で、こっちは常温っていうか、ちょっとあったかめになってます。ガンパワーはね、今 221g か、うん。で、こっち、これ 290g、これが全部入ると 200g 入るわけだから、こっち 221g だったんで、まあ 421g ぐらいにはなるのかなというところです。で、まあどんどんこれガンパワーが温まっていくんでね、ちょっと手早くやっていきたいんですが、ガンパワーの方は 20.1 度、そんなわけないだろ。あ、出た出た、マイナス2度。まあガンパワーの方はね、もうちょっとあったかいと思います。で、こっちサービス管の方は35度、まあ気温に準じてますよね。で、じゃあ早速やっていきましょう。まずこっちをね、ねじ込むんですよね。あ、この赤いバルブをひねってニードルをね、一番上に上げときましょう。よし。で、この状態でキュッキュッとひねり込んでいきます。入るとこまでキュッと締めます。で、ここ、こうキュッと締めてやる。あとはこのニードルをギュッと入れてやると、この辺でも抵抗がかかるんですけど、今穴開けてってる状態ですね。もう穴開きました。これでここをちょっと緩めると、ほら、シューってガス出てきますね。で、このちょっとね、シューって出してる状態で、この筒の中の空気を逃がしつつ、ここにギュッととりあえずは止めてやりますね。で、あとはニードルを開いて、ニードルを開いて、こう入っていってます。こんな感じです。じゃあね、こっちある程度空になるぐらいまで、まあ入れたんで、ちょっとね、途中こっちの温度が上がってくるんで、そうすると入らなくなるんですよ、温度差がなくなると。なんで、またこっちをね、冷凍庫で冷やすみたいなことをして、あ、もういいね、こっち空になりました、うん。で、途中僕失敗して、ここのバルブ閉めないで抜いちゃったりして、パーッと生ガス漏れちゃったりしたんで、 200g きっちり入ってないかもしれないですけどね、うん。まあ、どのぐらい入ったか、 221g だったんで、156g 入りましたね。ってことは 43g 僕は無駄にしちゃったとそんな感じですが、上手にやればきっちり無駄なく移すことができるんでね、うん。で、このサービス缶、今1本300円とか400円とかで買えるのかな。1本だとね、そんな値段じゃ買えないんですけど、束にして20本なり30本なりで買うと結構安く買えると思います、うん。そんな感じで、これがね、今いくらだったっけ、400g 入って1500、600円、もっと高いかね。なんでね、そんな感じ。こっちは 200g で300円ぐらいで買えると思います、まとめて買えば、うん。まあ、あんまりいい方法とも思えないんで、それにこっちの缶ダメになったらダメになりますんでね、また新しいの買ってっていう感じになりますが、こんな感じで僕はサービス缶のガスを使ったりもします。ちゃんと使えます。
おすげえガス入るね。で、あのここの部分がねダメになってくるんで、そうなったらあのガス管の寿命かなみたいな感じですけどね。で、これはあのラグ様から提供していただいたバイオハザードのサムライエッジですけどね、うん、バリーバートンモデル。おお、いいね、きっちり動きますよ。逆さまにすると、おお、生ガス吹きます。はは、冷た。あ、こいつこれはいいですわ。あ、冷た。うん、キンキンに冷えた生ガスって気持ちいいね。こういう遊びはしないでください。やっちゃいけませんよ。あ、でもきっちり使えます。初速もバッチリ出ますんでね。あ、ちなみに今これの性能チェックっていうか、初速などなど燃費などなども測ってみる動画も制作中と、そんな感じになってます。相変わらず暑い、暑いんでフレッシュな生ガスが気持ちいいと。冷てこれやりすぎるともダメだね。はい、こんな感じです。いかがだったですかね。これにサービス管のガスを入れてみました。まあ、もっとゆっくり詳しく解説した動画が過去の動画にあるんで、まあ、概要欄にリンクなり貼っとこうと思いますんで、よかったら見てやってください。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつめーし、うつめーし、うつめーし。こっちはもうちょっとで動画にしますよ。